皆さんこんにちは、加藤愛菜です。急遽今撮影しています。なぜかというと、ちーたんが何かで見た切り干し大根のサラダが食べたいと注文がありました。で、急遽買ってきました。こんな感じよね。こんな感じで、こんな感じの、うる覚えだけどお酢とかもあるよ。ちょっとちーたんの記憶をたどりながら作っていきたいと思います。いや、多分そうだと思うんだけど、ちーたんの記憶をたどりながら。では材料は、はい、こちらはごま油、ごま油、これ小さじ1だ。ごま油小さじ1、酢小さじ1、あと砂糖小さじ2分の1ぐらい、あと塩コショウと、まあ、いりごまかすりごまで、シーチキンにきゅうりに切り干し大根。それは？ん？白いやつ、スプーンが入ってる。これマヨネーズ、マヨネーズ。言った？あ、言ってない。言ってない。あ、マヨネーズメインだ。うちはマヨネーズなしを作ろうと思ったけど、ちーたんが食べたいやつはマヨネーズが入ってたということで。切り干し大根は汚れがあったらゴミを取って、で15分ぐらいこうやってお水につけて戻したものを用意します。で、水を切って絞ります。で、切り干し大根は 20g 今回は用意しました。よし、何で見たか覚えてないよな。チータ、いや、テレビで見たんだけど。あ、すごい美味しそうだった。うん、うまそうだった、すごい。で、切り干し大根はこうやって絞ったものを用意します。で、きゅうりは1/2、千切りにしていきます。なんか今野菜も高騰しとるじゃん。まあ、あんまりちーたんとかには興味ないと思うけど、そういう時にはさ、切り干し大根ってさ、結構安いんよな、ものによっては90何円とかだっけ。切り干し大根とこうやってきゅうりでさ、いいよな、お財布的にも。で、栄養取れるしさ。なんかでも切り干し大根はすごく栄養があるって言ってたから、うん、イオンで見たらさ、トップバリューだったら98円ぐらいだった、切り干し大根。ああ、安くて手に入るんだったらもう、もうバンバンだよな、うん、って思って。切り干し大根昔からなんか子供の時はその美味しさに気づけんかったけど、大人になったらさ、実はめちゃくちゃ美味しかったんだって気づくの。歯触りがいいんだよな、すごく。うん、シャキシャキしとる、うん、はい。ではここに、この切り干し大根に千切りしたきゅうりを入れます。で、ここにシーチキンも入れていきます。これは何グラムかな。これは70g で、油を捨てて使います。そう、シーチキンもいいけど、うん、あの買い出せばの缶詰ってあるじゃん。ああ、あるね。あれもうまそうだな。ああ、確かに、うん、リッチな時は買い出せばの缶詰、節約中の時はシーチキンでいい。え、買い場所って高いの？高いよ。缶詰でも？うん。あ、そう。まあまあ、シーチキンよりは高い。よし、もう簡単です。ここに混ぜるだけです。はい、ごま油小さじ1、お酢小さじ1、お砂糖小さじ2分の1、で、マヨネーズ大さじ2。だってシーチキンとマヨネーズってうまいもんな。うん、いいよ。たまにシーチキン巻きもするじゃん、うち。うん。で、ここに塩コショウ少々、これはコショウ
てお塩、で、混ぜまーす。チータンが思ったのと違うかな。おー、この間のとちょっと違うな。切り干し大根の色が違うけど、味見してちょっともうちょっとマヨネーズ入れるかな。夜中に見たんだよ、だからうろ覚えなんだよな。どうですか。あ、それでもうまいわ。うまい。うん、2人で入れた。もうちょっとマヨネーズ入れる。いや、いい、そのままに。うん、まっ、歯触りが最高だろ。うん、できました。切り干し大根のさっぱり夏サラダです。これめっちゃうまいな。うん、チータンナイス。だから暑い日なんか食欲がないなと思ったらこれで十分じゃない。うん、でチータンがな YouTube でこれお美味しそうだから作ってみて YouTube で紹介しようって言ってくれたんだな昨日。うん、では盛り付けますね。これ簡単だし、これいいわ。めっちゃ美味しいわ。安いし、ボリュームあるし。うん、なあ、大成功だ。これ、予想以上に美味しい。こういう平たいお皿じゃない方が可愛かったかな。うん、どうですか。え、こういうお皿の方が可愛いよな。うん、平たいやっていいよ。気になるじゃん。こういうどっちがいい。そのこっち、うん、右の方の、うん、同じメーカーで来ます。ごめんなさい、こっちに移っちゃう。見た目も大事だもんね。よし、で、ここに入りごまをね、本当はかけるんだけど、今日うちに入りごまなくてすりごまでもいいかなと思って。最近めっちゃごまにハマっとんよ。で、ここにごまをかけていきます。うわ、これごまかけたらまた絶対うまいよ。ちょっとごまかこう。こっちにかけて、ちーちゃん、ちょっとこれ5個回り食べて。どう？うん、5回りの方が美味しい。いや、あまり変わんねえな、ごまかけてもかけなくても。いや、コクがちょっとあるかなぐらいな。まあ、どっちでもお好みだね。うん、はい、できました。はい、では皆さん、さっぱり切り干し大根のサラダ食べて元気出してください。栄養をつけましょう。ではまた来週、バイバーイ。